武家書法とは、江戸時代に江戸幕府が諸大名の統制のために制定した基本法。ここで言う武家とは、天奈令までは旗本御家人や藩士など広い意味での武家は含まず、大名のことを指す。最初は、元永元年に徳川秀忠によって発布されたものだが、徳川吉宗による教法二年の教法令まで改定が重ねられた。1615年に、 大阪の寺によって豊臣家を滅ぼした徳川家康は初代名を伏見城に集め徳川秀忠の命という形で初代名統制のための全十三箇条の法令を発布した。これを武家書発と言い,い、年号を取って現ナレとも呼ぶ。もともとは1611年に家康が大名から取り付けた聖子三箇条で、 これに、維新数伝が寄贈した十箇条を付け加えたものである。主に文部や、倹約の奨励といった規範を旨としており、それ以外に、豊臣政権でも見られた、大名同士の婚姻の許可制や、領内に逃げた罪人をかくまうことを禁じるなどの、統治の制限が含まれていた。特に、この中の居匠州保の届け出制は、後に、福島正則の改易に繋がったことでも知られ、 しばしば武家諸法と違反が大名の原稿や改易の理由に用いられた。また、その違反時の厳罰対象は、戸様だけではなく、譜代も同じであった。その後、将軍の交代とともに改定が続けられ、徳川家光が参勤交代の義務化やお船建造の金に関する条文を加えた1635年の加盟令。 徳川綱吉の巡視の禁止や末期用紙の緩和などを定めた1683年の天奈令、最後の改定となる徳川義宗の1717 17年の強法令が知られる。最初の発布であり、公式には秀忠の命となっているが、実質的には徳川栄康が発布者だったと考えられている。内容としては、 一般的な規範や、すでに慣習として成立していた幕名などを基本法として新たにまとめ、明文化したものである。元羅例の条文参勤交代の制度化や五百国以上の大船の建造禁止、方向構えの明文化が追加された。慣営例の条文現代分けほぼ慣営例に従い、新たに、キリスト教禁止の明文化、不幸者の処罰規定の二条が加えられた。 一方で、大船建造の金については、商船については、例外となった。その他、工場で、巡視の禁止が命じられた。文字政治の路線をもとに、大きな改変がなされた。巡視の禁止や末期用紙の金緩和の名文化のほか、諸子ハットとの統合がなされた。条文が減っているが、これは統合されたものが多く、前代のものを否定したわけではない。 和漢根高文を和文に改定した上で、儒教の人生思想を取り込んで、文字政治の理念を明瞭化するなど、より具体的な条文に改定した。法英令を廃止しての天稲令への全面的な差し戻し。ありがとうございます。